あのシュークリーム屋に並んでいるのは桐谷ではないか。これは最近話題になった有名なエリア会話じゃないですか。すみません、一種類ずつ全部ください。シュークリーム一種類ずつ全部。あいつ今なんつった。いや、あいつって。一種類ずつ全部。アキト、アイドルにはあいつって。誰かへのお土産ではないか。さすがにね、あの店は品数がかなり豊富なようだし、まさか一人で食べるなんてことは。もうそう、振りにしか聞こえないもんね。まさか一人で食べるなんてことは。じゃあ聞いてきてくださいよ。絶対自分から聞けないことではあるもんな。それ全部食べるんですか。バカを言うな。アイドルをしているものに全部一人で食べるのかなどと。来ちゃった、向こうから。あれ、こんにちは天馬さん、東雲くん。二人もここのシュークリームを食べに来たんですか。美味しいですよね、シュークリーム。クソ適当なこと喋った今俺。たまたま通りかかっただけだ。桐谷はあの店の常連なのか。もう切り替わってない、アキト君。さっきあいつとか言って、もう切り替わってるよね。チートデイの時はよく来ますよ。チートデイ。今日も久しぶりに食べられると思って全部頼んじゃいました。めちゃくちゃ反応難しいと思いますけどね。おお、そうだったのか。ちょっと引いてますやん。全部一人で食べるが正解だったとは。正解とかないです。まさかアイドルとはそういうものなのか。身近にアイドルなかなかいないですもんね。わからないよな。いや、どう考えても桐谷が特殊なだけっすよ。あれ、この二人じゃんけんしようとしてる。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピです。はい、おはようございます。本日9月19日はプロスカの次回イベント情報が解禁される日となります。で、前回の混合イベントガチャでピックアップのアキト君とハルカさんをね、なんとか引かしていただいたんで、まあ、編成もまあまあ強くて 370% ぐらいあったんで、なんかイベント1500位取れてました。ありがとうございます。ぜひ皆さんのイベントランキングとコメント欄に書いててくださると幸いです。で、もう一つ新情報解禁前にやりたいことがございまして、はい、こちらのガチャボーナスですね。150貯まるんでそれをやります。あの時ガチャで何連目まで行ったっけ、120連ぐらいまで確か行ったと思うんですけど、まあ納税でねポチポチ増えてガチャボーナス42まで来たんで、でもまあ納税じゃもう足りないっていう現状なんで、まあ、この動画で最後10連引いていこうかなって、優勝クリスタル使ってね10連引いていこうかなと思います。ちなみに天馬司くんだけ持ってませんね。うん、よろしくお願い。100連のボーナスではるかさん出て、その後にアキトくん引いて、その後の納税は何もないって感じですね。ロード入ってる。待って、もうなー、ガチャボーナスってピックアップ関係ないんで、2枚とか引いてガチャボーナスの方がすり抜けてたら天馬チャレンジあるよね。2枚とかあるかな。本当にない、本当にないんだ。じゃあただただ持ってない星を、ただただ持ってない星をさせて。今のいつかの歌を。もうね、ずっと弾けてなかった。でも交換もしようかなとも思ってなくて、いつか弾けるだ、うん、来たわ、ついに来ちゃった。え、待って、ついに来ちゃった。このミクさん俺3年半ぐらい弾けてなかったんだけど、いつもこのミクさんで僕のガチャコンプの歴史が止まるんだけど、ちょっと進んだわガチャコンプが。ありがとうございます。桜間アーダコードのイベントですね。それでは新情報見ていきましょう。それではですね、9月19日15時になったんで、予告イベントは This Moment With You でいいのかな。開催についてご一緒に見ていく、いちかちゃんバナーですね。まあ、これは前回のプロスカ放送局の方でもういちかちゃんバナーだということは確定してたんでね、まあ、ただタイミングが僕は中旬とかに来るかなと思ってたんですけど、蓋開けたらまあ混合イベが2連続できて、4周年前最後の箱イベといった感じになっています。っていうか、なんか4周年前に向けたイベントだよな多分。そうだよね、4周年前、これ初音ミクさんを初めて見た時のいちかちゃんみたいな表情はしてる。違うかな。うん、ごめんね、今適当に喋ってるよ。プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクをいつもご利用いただきましてありがとうございます。次回イベント開催についてご案内いたします。はい、チアフルライブはどこに行ったんでしょうかね。もう当分見てないよ。あとなんかチアフルライブってイベントとイベントの間にテスト方式でやるみたいな、あれはどこ行ったんだろうね。これ触れない方がいいのかな。開催期間出てますね、9月20日から28日の20時59分で、この28日っていうのはプロセカ4周年の感謝祭の日なんです。なんで僕は現地にいるんで、イベント最終盤、イベントが終わる瞬間多分飯とか行ってる可能性あるんですけど、このイベントが終わって9月29日にはまたブルフェスとかね、そういった限定イベント、まあ4周年の限定イベントの情報が解禁されるのかなと思います。で、9月30日にガチャ更新ブルフェスが来ます。タイプボーナス、そしてメンバーボーナスの方も見ていきましょう。まずタイプミステリアスですね。で、キャラクターボーナスがレオニーと箱イベなんでレオニーと全員ですね。で、メンバーボーナスがミクとので、あ、本当に合ってるっぽいよね。ちゃんと初見よ。初音ミクさんじゃない。星野いちかちゃん、
あの日の憧れ天馬咲き、サイダーに囲まれてもうよくわからなくなった。急にね、ミクとの出会いとあの日の憧れ、まだわかるんだけど、どんなイラストかなって浮かぶんだけど、サイダーに囲まれてわからない。今のところたくさんのサイダーに囲まれた鏡でレン君しか浮かんでない。といったイベントで、ペンライト、サイダーペンライトじゃないですか。何が何だかわかんないんだけど、ただミステリアスのレオニード、さっきねレオニミック引いたんですから、ピュアタイプなんで、まあ、ちょっとミステリアスのレオニードの編成ね、この後組んでみるんですが、どうでしょうか。それでは公式 Twitter の方でイベント詳細も出てるんで読み上げていこうかなと思います。デビュー曲が好調なレオニード、バーチャルシンガーバージョンの影響が大きかったとして、今後全ての曲でバーチャルシンガーバージョンを作ろうという話をされる。しかし一花は何か思うところがあるような、まあ思うところあるか、措置主体で押し出そうとする、そういった話なのかな。でもこっからどう過去編に、これ過去編だよね、違うかな、え、過去編だよね、幼き頃の星野さんですよね。あ、これよく見たらバナー、いやバナーいい表情なんだけどさ、それ以上にバナーの瞳の中に初音ミクさんがいますね。二人、うん、初音ミクさん分身してます。うわ、このバナーにアンタイトルじゃないけどスマホあるのもいいね。しかもなんかこれレオニードのイベントだけど、バナー見てる感じバーチャルシンガーのイベント感もちょっとある。あ、これは4周年前の最後のイベントなんで、まあ、限定ではなく工場のイベント、工場の箱イベントなんですけど、これ特訓前のイラスト、いちかちゃん推しは引きたいよね。僕も頑張ってなけなしの石で引こうとは思うけど、まあ、それは明日のガチャ動画楽しみにしておいてください。それでは編成の方組んだんですけど、ちょっと待ってね、なんか古いオタクかな、俺古いオタクかな、編成が。だってもうステラめっちゃ使ってるもん。一番最初のイベントのね、あのミステリアスタイプのレオニードだって4年前の話をしてます今。古いオタクだよな。うわ、なんかイニシエのプロ世界ユーザー感あってしまうわ。ミステリアスレオニードで相当かけるとこんな感じで、もう僕は結構持ってないですね、こう考えると。もうそれこそステラの時のイベントのミステリアスゴリゴリに使ってるんで、なんならルカさんも持っててもそれも入れてもいいんだけど、ただあと流星のパルスの時のイベントだとか、まあ、ミステリアスのイベントちらほらいてって感じで、まあ、ホッサン以下で組むこともできるんで、まあ、相当かけたら持ってる枚数は少ないけど、なんだかんだ250杯以上は組めて、星を持ってないという方もイベント頑張れるんじゃないのかなと思います。はい、それではここもいつも通りなんですけど、ガチャシール券を使う、まあ、交換所の話ですね。ガチャシール券使ってミステリアスのレオニード交換しようぜっていう話、まあ、プロセカ救済措置として交換所という機能がございまして、そこで、まあ、相当かけるとこんな感じでミステリアスのレオニードで交換できるキャラクターが出てきますんで、まあ、ガチャシール券もったいないなっていうお声もあると思うんですけど、まあ、それでイベントボーナスが漏れるという、まあ、最近プロセカ始めた方とかね、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。ちなみに星2だったら6名ですね、6枚交換できて、星3も6枚ですね、うん、こんな感じで。で、星4メンバーに関しても、僕はま、大体持ってるんだけど、最新のいちかちゃんとほなみちゃん以外持ってるって感じで、まあ、さっき言ったステラのイベント全部交換はできるんで、ガチャシール券にすごく余裕のある方はね、交換してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今回以上です。もう4周年ですよ。9月のスピード感やばいよね。8月もやばかった。7月もやばかった。全部やべえ。この3ヶ月間ぐらいのスピード早すぎて、多分ね、もうこのペースで言ったら、俺映画まで瞬きなんだよな。4周年こっから迎えて、その後でっかいイベント、セカライもあったりしますけど、僕は劇場版のプロセカがすごく楽しみなんで、なんかこのペースだったら一瞬なんだろうなと思います。そんな感じで、ぜひ皆さんの感想とコメント欄に書いててくださると幸いです。明日はガチャ動画ございますんで、ぜひチャンネル登録、そして通知を、ツイッターの方もフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。